おはようございます。シネマトグラファーの畑です。今回はダヴィンチリゾルブ動画編集の Tips を紹介したいと思います。複数のプロジェクトの間でクリップのコピペができるダイナミックプロジェクトスイッチングという機能です。これは今すでにもうその機能を使っているものなんですけども、こういった感じで複数のプロジェクトをクリック1個で切り替えることができるっていう Tips なんですよね。で、今このプロジェクト A っていうものがあって、プロジェクト B に変えたい場合はこうクリックすると、数秒待つとこんな感じで切り替えることができます。で、これの主な使い方としては、プロジェクト B にあるファイル、例えばこの2つのファイルをコピーしてプロジェクト C にペーストする、そんなことが簡単にできるっていうことですね。で、その設定方法なんですけども、まずはメニューバーの中のファイルからプロジェクトマネージャーを立ち上げる。で、またはここに右下にアイコンがあるんで、この家のマーク、これをクリックするとプロジェクトマネージャーが立ち上がります。で、立ち上がったら、どこでもいいのでサブクリックを押すと、ダイナミックプロジェクトスイッチングっていう項目が出てくるんですね。で、ここをクリックすることでオンできるようになる。で、閉じます。で、この状態でプロジェクトを開けば開くほどダヴィンチリゾルブのメモリーの中に溜まってって、今は7つ開いてるっていう状態ですね。で、その7つを数秒間の処理でスムーズに切り替えてコピペなどが行えるっていうことです。ここまでは多分いろいろな Tips で公開されててスムーズにわかるところだと思うんですけども、どんどんプロジェクトが溜まっていくとダヴィンチリゾルブ自体の挙動が重くなるんですよね。で、結構落ちやすくなります。だからいらないプロジェクトっていうのはどんどん消していくっていうことをしたいんですけども、その方法があんまり公開されてないんで、そこら辺の説明をしたいと思います。例えば任意のプロジェクト、ここで言うと今7つプロジェクトが立ち上がってますけど、そのうちの、じゃあ例えば A と B だけ消したいっていう場合は、メニューのファイルのリスト表示の中にあるプロジェクトを閉じるっていうとこから閉じたいプロジェクトを選択します。この場合だとプロジェクト A とプロジェクト B を終了する。こんな感じでいらないプロジェクトっていうのを終了させることができます。で、今開いてる以外の全てのプロジェクトを終了したい場合っていうのは、またこのプロジェクトマネージャーの方に行ってサブクリックしていただいて、メモリー内にあるプロジェクトを閉じるという項目があると思うんですけども、ここをクリックします。で、クリックすると今この開いてる以外のプロジェクトが全部閉じてしまったっていう状態になりますね。こんな感じです。で、もう一つのやり方としては、プロジェクトマネージャーの画面でサブクリックをして、ダイナミックプロジェクトスイッチング自体の機能をオフにすることでも、今開いているプロジェクト以外の全てのプロジェクトを終了するっていうことができるようになります。